視聴者さんからいただきました。すごいよね。突然ですが本日の残念案件いやいや、むせてる全然大丈夫よ、お茶の子さえよ。いや、マジで大成功だわ、すごない？たけさんがよいいこれ使ってみたい。みんなでバーベキューするそうだね。健康有料児か。有力体質で起きるか、この寝坊すけめ。いい景色ですか。どうなんだろうね。見える具合。皆さんこれもうゴボゴボって音するよ。ああ、冬なんだ、うん。皆さんあれ見てこうぜ。ファイヤーピット。雨じゃなかったら燃やしたかったね。キンドリングクラッカーもあるよ。おもでかっ。綺麗だったわ、マジで。なんていうか、今朝か5時なのにめっちゃ星出てる。水事とあるよ。これなんか断熱っぽいよ。むしろストーブとかつけたらあったかいんじゃない？まだ準備中ですね。そうだね。いい朝だ。はい、本日のご飯は視聴者様からいただいたカニラーメン。カニラーメンってすごいね。アロマガニラーメン、こいつ食べてきまーす。安定の折りたたみ鍋。うん、C2 サミットさんので、これも視聴者さんからいただきました。私の誕生日に。すごいよね、これこれね、ニョンって書いてだけじゃないよ、もう手で隠れちゃってるけど、ほら。え、ああ。ニョン専用、ニョン専用って書いてる。これをタケルさんとニョンとペアで作っていただきました、うん、ありがとうございます。びっくりした。いや最初さ、この状態で見てさ、うん、あ、ラーメン丼欲しかったみたいなね。あ、めっちゃ嬉しいって言ってたら、そう、まさかのこんなサプライズまで。日本専用って丼に書いてるよ。こいつ嬉しいわ、うん、ありがとうございます。使っていく。ほら、ほら、早く開けて。ダメ。あ、ダメだ、爪持ってかれるわ。爪持ってかれる。行かないわ。ニョンさん、はい、爪なんかくれてやれ。分かった。いや、嘘です、嘘です。なんで、嘘です。くれてやろうかとしたの。嘘です。あ、そっちのナイフ使いなさいよ。あ、二重になってるわ。あー、危ない危ない。これが塩、醤油、
技でいったのか。そんな力技でいったらな、爪持ってかれるぞ。くれてやるわ、爪ぐらい。おほほほ、爪くれてやるのか。割り方ですか。割り方ですね。割り方派なんで。うちは基本ね、3分って書いてたら1分みたいなとこあるよね。そうだね。麺にグーって書いてる。麺にグーってのはもしかしてあれじゃない、グーグーいやいや、むせてるむせてんな。あ、なんかいいっしょ、たまには。いいね。うち酢ラーメン多いからさ。酢ラーメン確かに多い。あとネギはもう切ってきました。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。いただきます。うまい。絶妙な硬さ加減。一番おいしいのがもうこれだよね。これ最低。これが一番いいね。丼で食べると美味しいね。わかる。突然ですが、本日の残念案件、前回に引き続き、やっぱり首振らないですブンブン丸ね、動きませんでした。一応問い合わせて、まあこちらの使い方とかもあるかもしれないから、一旦ちょっとご連絡させてもらって、自分たちで何かやって直せんなら直すし。でもさ、それさ、初日に使ってさ、別に長時間使ったわけでもないじゃん。うん。で、置く人だったら薪ストの上とかにも置く人もいるだろうしさ。うん。まあ一応これは一旦問い合わせをしてみますよ。はい。2回目も回らなかったという。回らなかったです。結果になってます。本当に残念です。回らないんじゃないかと思ったけど、本当に回らなかったね。買った時のその、うん、首振るのこれっていうこの高揚感、要はだから上げて下げられたみたいな。でまた問い合わせした結果もね、これから発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。こちらの方はですね、まだ検証中でございますので。何時間持つか、うん、測ってみなきゃダメだね、それね、うん、これはね、またもうちょっと検証してからレビューするということで。はい。夜何時につけて何時まで持ったっていう。そうだね。朝方綺麗でたらちょっと分かんないけどね。うん、確かに。まあやるだけやってみましょう。うん、やってみましょう。はい。本日の残念案件でした。はい。多分うるさいぞカラスさん。さんつけんだ。ね、これ多分ね、うるせえぞカラス。おっと、エレクトロニスーツさんつけろ。うるせえぞカラス。焼き鳥さんにするぞ。焼き鳥さんにする。そっちの方にさんつける。このキャンプ場さんはホテル併設なんで、ホテルの綺麗なトイレを使えるんですよ。ただ夜遅い時間になると、外からだと鍵がかかってしまっているので、中からだったら外に出れるんだけど、夜管理人さんがいなくなるから、鍵をかけて帰るのね、自動ドアの鍵を、うん、それを夜トイレ行くときは自分で自動ドアの鍵を開けて入らなきゃいけないっていうシステムなんだよね。うん、自動ドアの横にね、鍵穴だけポンってあってね、簡単に開けれるようになってるんだよね、うん、これがなんかキャンプ場で宿泊してるのにホテルの部屋の鍵もらった気持ちになるよね。かわいい鍵だよね、これね。かわいい。あなたキーホルダー好きだよね。このタイプが好きなの。ホテルのキーみたいなのが好きなの、うん、だからあなた今、What We Want さんのキーホルダーを狙ってるんだもんね。まあ買えないけどね。買えない。ネットで売ってないからね。買いに行かなきゃいけないんだもんね。はい。それじゃあ撤収します。この動画がいいと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大成功だったね。ガイポール。
風強かったけど大丈夫だったね。全然大丈夫よ、風なんか。お茶の子咲いたらええよ。いや、マジで大成功だわ。こんなに大成功を収められるとは。計算通りやで。本当に狭いサイトでもいけるな。何メーター区画ぐらいだったらいける？何メーター？4。うん、6メーター、6メーターとかでもいけるね。おあ、でもこっちは手前はもっと短いから6メーター、5メーターでもなんとかなるね。すごない？すごい。サイト困らなくなるね。困らない。これで遠征でもオートサイトを予約できるね。うん。でオートってさ、ほんと狭いじゃん。あ、ここ大きいねって思ったら車の分も含めてみたいな。ああ、結構あるよね。いや、作ってよかったよ。よかったね。たけさんが夜鍋をしてガイポール作ってくれた。いや、すげえ。この景色を見ながら、雪景色の状態で入りたいね。ガッチガチに震えながら、ね、いや、でもどうせ中入って出てきたらもう暑いんだよ、その雪景色でも。あ、これ靴でこのまま。かっこいい。これ見て。ん？かっこいい。ハルビアの高級サウナですよ。農業も石、すんごい下から見えるよ。見てください。いやここからも迎え見れるんで、だから早朝どうしようかっていうの悩んでると思います。早朝サウナ入りたい人いるんだよ。見てください、これ暑くてね。ああ、なるほど、そういうことか。つけたけど暑くてモテないんですよ。やりたいね、水着だね。水着、水着持ってこよう。水着、一応紙パンツと紙ブラと、うん、あと、うん、これ肩にかけて、タオル生地、弱みみたいな、弱みと、うん、あとポンチョと、えぇー、その中に入ってるんで、金額の中に。あ、そうなんですね。はい、持ってくる人は水着で来てもいいけど、いきなり来ても入れますよっていう。うーん、やりたい。びっしゃびっしゃかけたい。でも貸し切りだからもうかけ放題だよ。気使わないでかけれるか。本当にだから貸し切りだから、マジで全然周りに気使う必要ないし。ねえ。だからこれ一緒に入ったら、俺タオルでめっちゃ仰いであげるから。よく見る。熱波。テレビで見るやつ。うん。めっちゃ熱波送ってあげるから。いいっすね。うん、楽しみ。自分があの2階の雰囲気を作ったのは、はいはいはい、自分がキャンプしたいって気持ち的にしたいの。あ、のあれはあれしたいけど、って子供まだ11歳と5歳なんだけど、あ、子供を連れてキャンプやりたいんだけど、外でやるのが嫌いじゃないけど、うん、あんまりこうやるタイプじゃないな。あ、インドアなの。こういうのを作れば、なるほどね、自分が来たいような施設になればいいな、うんうんうん、なるほど、めちゃくちゃいい。雰囲気を味わうっていう。そうそうそう、まあ、グランピングとかもそうだもんね、やっぱりね、うん、行きますよ。うん、ただ夜景でちょっとこっから見て違う。贅沢いいな。いや、これはすごいわ。ここは保冷力なんていうか。え、でも知らない、このメーカー。うちはあれだね、ホテル泊まるよりこっち派だよね、やっぱり。あ、そうだね。全然いい、すごい。寒いとこれカーテン閉めちゃうんで、ガーッとストーブ炊く。ちょっとだけ開けとけば見える。そうです、もう部屋化させちゃうんだから。だけどアウトドアの雰囲気も少し残して。へえ、ミョンさん、ここがっちり雲海になるらしいよ。マジで？うん、9月とかいいよね、うち結婚記念日あるからね。え、逆にこっちの方に泊まってみる、その時9月。いい、ね、うん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 、いい。DOD ですよ。あ、 DOD のキッチンラック、これ使ってみたい。これみんなでバーベキューする時に。そうだね、2人だったらこれ使わないじゃん。うん、確かに。
行けそう。あ、行けるね。あー、近いのよ。めっちゃいい匂い。もう開けてみるね。いい匂い。これいい具合の焦げ具合なんじゃない？そうね。うん、いい匂いする。はい、よし行こう。自販機で買ってオーブンで焼いてきました。これを食べながら帰ります。はい、帰ります。それでは皆さん。